それでは、よいしょっと。二人さん、すみませんけど、実は私、突然お上から呼び出されまして、今日は代理で別の者が担当させてもらってもよろしいでしょうか。こちらが代理の者です。よろしくお願いする。では、私はこれで、また後ほど。自分の代理を務めるし。代理だから大ちゃんだね。ここはレバー引くし。レバーを引くんだね。こちら本日最初の係。いってらっしゃい。少年の住む国では長い長い戦争が続いていました。夜の闇に響く銃声が少年の不安をかきたてます。怯えた少年は両親のいるリビングルームへ向かいました。母親はいつも決まって笑顔で少年を元気づけました。少年は臆病でしたが、大好きな母親のために、僕が軍人になってお母さんを守るねと言い、それを聞いた母親は嬉しそうににっこりと微笑みました。その時、突然玄関の方から大きな音が聞こえました。部屋の向こうから両親の悲鳴が聞こえ、すぐに途切れました。Thank you.
俺は臆病なんかじゃない。敵国の軍人は隠れた少年に気づくことなく去っていきました。少年は悲鳴の聞こえた廊下の方へ恐る恐る向かいました。その後少年が見たものは剣を突き立てられて冷たくなった両親の姿でした。亡骸に突き刺さった剣には特徴的なエンブレムが施されていました。少年はその場に崩れ落ちます。無力で情けなくて泣くことしかできませんでした。クローゼットの隙間から見た敵兵士の顔を思い出すと今でも震えてしまいます。少年は隠れていることしかできなかった自分の臆病さを呪いました。この階段、音が鳴ってるよ。楽しいね、怪物さん。ねえ、だんだん目が回ってこない？
両親を失った少年は数年後兵士になっていました。兵士になった目的はただ一つ、親を殺した敵国の男をその手で殺すこと。少年は復讐に取り憑かれていました。愛想のない少年は周りの兵隊に目をつけられていました。少年は目の前の兵士を睨みつけます。臆病だった頃の面影はもう残っていませんでした。いさかいを収めたのは軍の隊長でした。少年は隊長から目をそらします。いつも軟弱な態度をとる隊長を見ていると昔の自分を見ているようで虫唾が走るからです。少年は気にかける隊長を無視して去っていきました。復讐の声も思わすか。復讐って何？そんなのダメだよ。先生がダメって言ってたもん。
明くる日の軍会議で次の作戦について説明が始まりました。集まった兵士たちに作戦の資料が配られます。その資料を見た少年の表情が険しくなります。殺された両親に刺さっていた剣、そこに刻まれたエンブレムと同じ模様が記載されていたのです。復讐を望む仇が敵部隊に含まれている。少年は煮えたぎる血の熱を感じていました。意を決し隊長のもとへ向かいます。標的の軍に親の仇がいる。俺はあの時から奴を殺すために、そのためだけに生きてきた。少年は隊長に思いの丈を伝え、攻撃部隊への参加を志願しました。その返答に激高した少年はあろうことか隊長に剣を向け詰め寄りました。隊長は少年の凄みに押され腰が引けていましたが、それでも首を縦に振りません。少年の怒りは収まらず、弱腰の隊長に暴言を吐きながらその部屋を去りました。兵士たちが寝静まる頃、少年は静かに身を起こしました。認められないなら一人でも構わない。少年の決意はすでに固まっていました。見張りをしていたのはいつも因縁をつけてくる体格のいい兵士でした。少年は嘘をつきました。いつもなら鼻につく兵士のことも今や眼中になく、少年はただ復讐の相手だけを考えていました。想像の中で何度も何度も殺し続けていたのです。
少年が敵軍キャンプに潜入したのは夜明け前でした。たくさん並んだテントは暁の影の中で静まり返っています。奥のテントに明かりが灯り、敵の気配がしました。少年の目の前に現れた軍人は両親を殺した男でした。全ての憎しみを飲み込み、少年は敵に襲いかかります。敵軍の隊長は血の混じる声を振り絞り、
少年に語り始めました。敵軍の男は死の間際に語りました。あの時少年を助けようとしていたこと、自分が少年の本当の父親であること、あの時殺した両親は幼い少年を拉致した犯罪者であること。男は震える手で少年に手帳を渡し、そして息を引き取りました。その手帳に記されていたのは、少年の育った国が行った乳幼児を狙う拉致計画の概要。そこには少年を育てた両親の写真も貼り付けられていました。両親の罪、まがいものの過去、少年が人生を賭して叶えたことの意味。静まり返った戦場はうつろな朝を迎えていました。ただいま戻りました。お二人さん、ご迷惑おかけしました。いやー、参りますよね。急な呼び出しとか心臓止まるんで、ほんと勘弁してほしいって感じです。撃って俺で走。大ちゃん、また遊ぼうね。私ずっとここにいることってできないかな。お嬢さん、それは無理な話というものです。あなたはこっちの世界のものではないのですからね。それでは、ちょっ、怪物さん、またすぐ来るから待っててね。うんちゃんも。いやはや、ここに少しいただけで全身砂まみれですよ。ひとっ風呂浴びたいところです。